このコーナーはお金、経済、投資などを専門にやり続けて何千年のマネー仙人にお金に関するエトセトラを教えてもらいます。それでは早速マネー仙人を呼んでみましょう。せーの、マネー仙人。はい、皆さんこんばんは、マネー仙人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。マネさんになんか今日元気じゃないですか。すごい笑顔が溢れてる気がするんですけど。笑顔いつも通りです。いつも通りですか。はい、そんなことないですよ。テンション上がってるのかなと思ったんですけど、なんか最近のマネ仙人の近況なんかはありますか。あのね、コメダの漫画の雑誌で、はい、ヤングジャンプっていうのを買ったんです。そうすると今日ここに来てもらってるユウナインが出てたんですよね。そうなんですよね。びっくり。はい、あれは何の企画なんですか。サキドレサバイバルという企画でして、10組のアイドルグループさんからの代表10名の、投票で1位になったグループが表紙と巻頭を飾れるという企画なんですけども、多分もうこれ終わってますね。あの投票締め切りが終わって、もうさ、その時はさ、あれだよね、まだ出てないよね、結果は。結果はまだ出てないんですけど、戦いが終わった。ドキドキ系だね。ドキドキして待っているところです。ただいま全国に並ぶ漫画に雑誌にね、写真が出てるって。ユウナのボディがね、ユウナのね、マシュマロボディが全国にマネ仙人にもね、見ていただけて嬉しいね。ありがとうございます。素晴らしいね。ありがとうございますね。ということで、そのマネ仙人、今週もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。今週はどんなお話をしてくれるんでしょうか。はい、そういう楽しいのと反対に、その企業っていっぱいあるじゃないですか、有名な会社とか、はい、けど大きな会社でもいろいろこう問題が発生して、こう倒れてしまったりすることがあると。で、実際株とかで投資してて、まあ、その会社を買っててなんか不祥事とか不正があって悪くなってしまう、株がすごく下がって損してしまうっていうことよくあると思うんですけども、 それってすごい怖いことですよね。はい、まあ、それこそ例えば何万円とか何十万何百万っていうのがあっという間に半分ぐらいになってしまってとか、そういうこともあるので非常に怖い。で、それをどうにかする方法はないのかなというのがやっぱり一つ投資の上ですごく大事なポイントなんですよ。で、ちょうどですね、そういうのに合ってる、まあそういうのに、なんていうのかな、リスクを抑えれるような商品っていうのがあって、投資信託っていうのがあるんですよ。ファンドって言ったりするんですけど、それは例えばみんなが少ないお金1万円ずつとかいっぱい出して、それをまとめて専門家が運用してくれる、分かんない、自分はあんま分かんないけど専門家が運用してくれるっていう商品で、多くの人のお金を集めるから金額が大きくなる。だから同時にいろんな会社の株を買うんで、もしそのうちの1社が倒産しても影響がちっちゃい。だから例えばアイドルグループでもたくさんメンバーがいて、一人がいなくなってもまああんまり影響ないですよね。しかも自分1万しか出してないし、1万なくなるぐらいで済むってことですか。1万円もし自分が買ってたとしたら、はい、仮にそのいっぱい投資してるうちの1社が倒れても影響は、どうだろう、多分100円もないぐらいじゃない。それめっちゃ便利。いや、逆にその代わり、例えばそれがすごく1社がものすごく伸びても影響も同じように100円ぐらいしかない。リスクもじゃあ少ないけど、その分そのあれですよね、利益というか、利益もそんなに1個では変化がない。で、全体が良かったり全体が悪かったりすると大きく分けど、1個だけが悪かったりしてもそんなに大きな影響にはならないので、まあ割と安心して投資をしやすいっていう商品があるんです。難しいですね。難しい。だから最初はそういう商品からやっていくとよくて、割と初心者の人なんかそういうのから始めるし、また投資できる額も1000円からできるんですよ。もう商品とか会社なんて違うけど、大体それぐらいの少額からできるんで、まあ、みんなも実はそういうの一回やってみると、アブちゃんもやってみると。それって年齢制限ないんですか。それは会社によって何歳から口座を作れますっていうのがあったりするんですけども、基本的には大体できるんで、まあ1万円とか1000円でも一度こう試してやってみるとちょっとずつ学べると。すごいですね、なんだか。まあ、けど例えば1万円買いましたって言っても、まあ、一番最悪でなくなるのは1万円。
嫌だけどそんなすごいわけでもない、破産とかではない。確かにそこまでかけちゃうと怖い。投資した額以上に損するってことはないね。勝った分だけ。確かに。ちょっとやってみたい。やってみたいね。うん、一旦怖い。1000円とかでやってみたい。一回。うん、あのちょっとそういうなんか世の中のことを学ぶ上でもすごく使い勝手がいいので、うん、初心者の人とかはやっぱりそういう投資信託っていう商品とかから始めると、うん、あ、こういう風に景気が良かったら株価があの上がって儲かるんだなとか、景気が悪くなると下がって損するんだなっていうのが分かったりするんで、まあ、そういうところから入るのも一つあのやり方としてはおすすめです。木田さんどうですか？どうでした？いや、私ちょっと人生経験のために一発やっときたいなって、なんかやっときたい。なんかその大人じゃないですか、もう。そうだから、その階段的なもっと大人になるためのステップみたいな感じでやってみたいなと思います。一回マネックスで口座を作ってやってください、はい、ちょっと試してみます頑張ります。応援します。やった、応援された。教えてくれる人がね、すぐそばにいるので。やった。今週もでは皆さん勉強できましたか？はい、学びましたでしょうか？はい、学びました。それではマネセンにありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。